いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さて今回皆さんからいただいた多数のリクエスト、キューブアサシンを倒す方法を教えてほしいということで、キューブアサシンを倒すコツをお送りいたします。コツゴリ。サイドウェイズアノマリー内のいくつかのポイントをお伝えする、そんな動画となります。さあそれでは早速参りましょう。検証スタートです。前回のシークレットアップデで登場したアーマードウォール、これで黄金キューブを囲ってみました。さて黄金キューブの動きを止められるわけはない。ゾンビチェストを開ける速さでいい武器が出てくるのではないかということで調べてみました。まあどういうことかというと、宝箱が開くまでの時間が遅いといい武器、早いといまいちって感じの検証です。2つ並べて比べてみる。開ける速さは全て同じ。検証中も「あ今遅かった」とか「速かった」って実際感じたんですよね。並べて比べて初めて速さが同じということが分かりました。とてもいい切り口で面白かったです。さあサクサクいきましょう。新アイテム「アーマードウォール」、シャドウ状態で鉄の壁を通り抜けることができるのか。結果は通り抜けできる。サメは鉄の壁を一撃で壊せるのか。は一撃で壊せる。これただしプレイヤー操作のサメは一撃では壊せないので注意。燃えてる建築は鉄の壁を張れるのか。結果は張れる。さあ続いて壊せない壁に鉄の壁は張れるのか。キャティの金庫の壁は壊せない。結果は張れる。その上これを壊すと壊せなかった壁が壊せる。これはすごい発見。さあキューブアサシンサイドウェイズ攻略いきましょう。モードは通常マッチのソロで行います。デュオやスクワットでやると割と簡単なんですが、ソロは特に難しい。降りる場所はバスからなるべく遠くのサイドウェイズへ向かうようにしましょう。降りたら素早く武器と弾薬を集める。まあ、特に弾薬は多ければ多いほどいい。さあでは突入。最初に注目するのはここ。3つのポイントがあって、各時間内にゾンビを一定数倒さないとミニゲームが終了してしまう。そしてキューブアサシンやアイオガードが出現するタイミングもこの最初の2つのうちのどちらか。まあ、とはいえランダムなので出現するかはわからない。一番小さいゾンビはツルハシで倒す、まあ、これにより弾の消費を抑える。ただツルハシだけではなくて時間や体力などの状況によって判断する。それとさっきからいる金ゾンビは完全にスルーしましょう。大
体力が多い上、倒しちゃうとゲーム勝利でドームが閉じちゃいます。ドーム内にゾンビは常に5体なので、倒しやすいゾンビから倒してどんどん湧いてくる状態にして、ミニゲームが終了しないようにします。弾も集めながらゾンビのダメージを食らわないようにするのがコツ。2つ目のポイントで今回はアイオーガードが出現。ただこの時点でこのドームにはキューブアサシンが湧かないということになります。アイオーガードはプレイヤー持ってくるが、ゾンビともしっかりと絡んでくれるので、アイオーガードのところにゾンビを誘導すると倒しやすくなる。今回は終わっちゃいましたが、アノマリーが終了すると周りに大量の弾薬が落ちてるので、次のアノマリーに向けて準備します。運よく次のアノマリーが近くに出現したので急いで向かう。弾薬もさっき大量にゲットしたので問題はなさそう。さあ突入。さっきと全く同じ立ち回りをやります。今回は1回目のポイントでキューブアサシンが出現。ひたすらキューブアサシンの頭を狙う。ただしミニゲームが終了しないように間にゾンビも倒しながら行う。これでキューブアサシンを見事撃破。参考にしていただければと思います。今回の検証はいかがでしたでしょうか。この動画を見てキューブアサシンを倒せたって方はぜひコメント欄で教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄で教えてください。皆さんの高評価、その1票がとてもやりがいになります。どうぞ高評価をポチッと押してください。以上、若栗でした。バイバイ。おつぐり。